もう少し優しくやってよ。ごめん、初めてだから。その、こう、かな。だからわからないって、その技難しすぎてわからないよ。そうかな。俺はすぐにできたんだけどな。初めて教えるから難しいな。もう、ここ1ヶ月いろんな技術を教わったけど、ほとんどが難しすぎる技術だよ。悪い、まさか俺の思っていた基礎がまさかそんなに難しいとは思わなかったんだ。これじゃあ、みんなに話される一方だよ。そんなことはないぞ。氷関係の能力に関しては結構成長したじゃないか。うまく使えればろ火くらいは倒せる。嘘だ、ろ火はあれでも結構強いよ。なら試してみるか。多分初見ならろ火とろ火は倒せるから。結果お姉ちゃんは無理だろ。力の差もあるけど、単純に相性が悪いですよね。ほら、早速道場破りだ。せっか、今度こそ私が勝ってみせるんだから。確かに前回のあのシーンは良かったよね。でしょ、私もあのドラマはすごく面白いって思ってるのよ。それにしてもメリアちゃんたちがここに来てから、月下たちの技術も格段と上がったわね。戦闘力はあの年頃だと十分だから、力より技術が大事かなって思っただけだよ。月下ちゃんも戦闘力の割に無駄な動きが多かったけど、ここ1ヶ月でほぼ無駄がなくなったし、ろ火ちゃんやおうかちゃんも技術がやっと戦闘力に追いついたって感じだよ。すごいわね。私はどう育てたらいいか悩んでたのに。ふ、こればかりは数をこなすしかないよ。あとはご主人のところに行ったせっかちゃんだけど、ここ1ヶ月戦ってるところを見てないからわからないわね。正直不安ですよ。ご主人は多分ちゃんと教えられないので。そうなの。まあ、それはいずれせっかちゃんを見ればわかるよ。頼もう。噂をすれば。せっかもやる気満々みたいだし、月下たちを呼びましょうか。よし、勝つぞ。メリア、いたら来てくれ。はい、なんでしょう、ご主人。道場破りだ、ろ火を出してもらおうか。月下ちゃんじゃなくて。わかってて言ってるだろ。はい、でもろ火ちゃんでもかなり厳しいと思いますけど。それはどうかな、ろ火くらいなら多分もう大丈夫だと思うぜ。自信はないけど。ふ、わかりました。ろ火ちゃんをここに呼びますね。もう聞こえてるよ。せっか姉が私に勝負を挑むなんて思いもしなかったよ。ろ火ちゃんは準備はいい。ふん、私はいつでも準備万端だよ。よし、負けないわよ、ろ火。私だって。どっちが勝つかな。今のせっかちゃんは実力がわからないから何とも言えませんね。戦闘力はさすがにろ火が上だな。はい、でもろ火ちゃんは戦闘力の差で力を抜いたりはしませんよ。さて、それはどうかな。あら、せっかとろ火が試合してるわね。すごい、せっかちゃんがろ火ちゃんに遅れてない。せっかの能力でろ火のスピードを落とさせてるって感じね。でもろ火も賢いから、そう長々とその作戦をやらさせてはくれないわよ。想像以上に手こずってるよ。次で逃がさないわよ、ろ火。困ったな。氷があっちこっちあって動きにくいよ。でもそのおかげで突撃の壁がたくさんできたから、攻撃を受け流すには便利だね。ならこの氷の裏に移動しながら近づいて攻撃する。大丈夫、せっかめくらいの戦闘力なら失敗しても不可で追わない。よし、ここまでは計算通り。あとは私の作った氷に微弱なオーラの糸で氷周辺で反応がないか確認しながら、反応があった場所にすぐにあれを使う。よし、行くぞ。感じた。ろ火ちゃんのスピードをゼロにする。七つ冬式束縛法。何これ、動けない。なるほど、ろ火ちゃんの動きを止めたってことですか。ですがそれでは勝負がつきませんよ。もうついてるだろ。俺が教えたのは氷に干渉する技術。自らの氷を電波塔代わりに使ったり、氷の中に能力の氷を通過させたりとかの技術だ。それじゃあ当然、あの状態から攻撃可能だ。やられましたね。さすがにそこまでは想像してませんでしたよ、ご主人。勝負、ありですね。ああ、そうだな。動けるか、ろ火。全然動けないよ。とりあえず、動けないならろ火の負けになるが大丈夫か。仕方ないよね。意思は伝わった。勝者、せっか。やったー、勝てたー。早くこの氷解いてよ、せっかね。せっか、氷解いてやって、ろ火苦しそうだ。あ、ごめん。はぁ、負けちゃったよ。へへん、どんな問題。最初にやった頃に比べて自信に満ちている。もう心配することはないな。せっかが勝った。でも動きを止められただけで、なんでろ火ちゃんは降参したんだろ。氷ってずっと触っていると凍傷を負ってダメージが蓄積されるし、多分せっかはあの後の攻撃手段も持っていたから、あえて降参したのかもしれない。つまり、あの氷に捕まった時点で罪だったってことね。
すごい、能力の技術が大幅にアップしてる。オオカも負けてられないわね。うん。ごめん、負けちゃった。ロカちゃん、なんであの時動いたの？戦闘力差はあったから少し無茶しても大丈夫かなって思って。目に見える数値を信じるな。戦場では様子を伺うのが基本、その基本を知らないようでは戦場では三流。つまり、相手の狙いを無視して攻撃を仕掛けたら、どんなに戦闘力差があっても勝てないってことね。う、今の言葉は胸に刺さるな。ふふ、ロカちゃんはまだ発展途上なんだからいいの。はい、肝に銘じておきます。メリアちゃんって厳しいこと言うんだね。あいつ、ああ見えてかなりスパルタなんだぜ。でも間違いなくあいつに教わったやつは強くなる。メリアは一人一人の伸びしろを理解しているから完成形が見えているんだ。それじゃあ外周100周ね。能力使って10分以内で。ひぃ、待って、あれは本当辛い。よーい、ドン。うわぁ、鬼、悪魔ー。すごいね。主要は遊びじゃないからあれくらいがちょうどいいの。限界ギリギリのメニュー、相変わらずだなメリア。ふふ、お褒めの言葉として受け取っておきますね。見させてもらったわよ。お母さん、せっか、強くなったわね。まさかロカの動きを読んで動きを止めるなんてね。えへへ、お二人には本当に感謝します。いやいや、人の成長を見るのは楽しいしな。あ、そうそう、パト君、ちょっとお願いがあるんだけどいいかな。どうしたんだ。今お父さんから連絡があって、やっとこっちに帰ってくるみたいなの。もう大火災は大丈夫なの。さあ、でもその前にちょっと確かめておきたいことがあるの。確かめておきたいこと。ええ、パト君、私と戦ってくれないかしら。ということで今日は猫にを盗撮しようと思います。ワクワクドキドキ。ご主人は手強いですよ。とりあえず前科のないセッカちゃんがそのまま行きましょう。え、大丈夫。むしろ、セッカちゃんならそのまま添い寝できる気がする。添い寝、話を聞こうかしら。話話。それじゃあ早速直接行ってみてちょうだい。行ってきます。ふふ、ここまでは問題なかったね。さて、盗撮して、添い寝して帰りますかね。むっふふふふ。それにしてもメリアちゃんが言うほど難しいことかしら。寝てるんだから問題ないと思うんだけどね。あれ？いない？どこに行ったの？甘いんだよ。というかうるさい。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も、楽しんでいってねー。